キャシデュールフミスティーン USA はミスユニバース機構が保有運営するアメリカのミスコンテスト対象年齢は2009大会から引き下げられ14から18歳でティーンであれば全員が出場できるわけではない毎年夏全米各地で大会が開催され各州の州大会で優勝した候補者たちが出場する審査方法はミスユニバースと同一で大会の前に 事前審査を行い、大会当日にその結果を踏まえてトップ15を発表する。この15名が水着審査、イブニングガウン審査でトップ5にまで絞られ、5人が最後の質疑応答コーナーに進む。優勝者はミスユニバース、ミス USA 同様、ダイヤモンドネクサスラブス製の王冠を体感されるほか、ミスユニバースとほぼ同じデザインのタスキが対応される。優勝者は 1> 約1年間の在任期間中、ミスユニバース、ミス、USA と共に、チャリティ活動やイベント出演などを行う。1年間給与が支給されるほか、ダイヤモンドネクサスラブス製のティアラ、ヘアケア商品1年分、水着、洋服、靴、3000ドルの賞金、ニューヨークフィルムアカデミーで学ぶための6万ドルの、奨学金、フォトグラファーによる、撮影、 一年間の皮膚科サービスなど、ほぼ、ミスユニバース同様の商品を手にすることができる。なお、この大会に出場したものが数年後ミス USA に出場するケースが相次いでおり、ミス USA 前哨戦とも言える。2016年の本大会から水着審査が廃止され、代わりにスポーツウェア審査に変更される、ミスティーン USA はミス USAA。 ミスユニバース同様アメリカの主要テレビ局で生中継されていた。1983年の第1回大会はフロリダ州レイクランドで8月30日に CBS テレビで放送された。司会はマイケル・ヤングが務めた。マイケルは1984年、1986年、1987年の4度司会を務めた。ただし、第2回は4月。 第3.4回は1月に開催され、第5回以降は再び夏開催に戻る。第36回大会からは、ミス USA 直前に開催されるようになる。2003年から NBC ユニバーサルが所有権が移管したため NBC で放送。2007年で NBC の放映の契約が満了し、契約が更新されず、8月16日に、 バハマで開催された2008大会はテレビ生中継は行われなかった。2009年大会から YouTube 公式チャンネルで生放送されている。1989年の本大会優勝者であるブランディジャーウッドは、その8年後の1997年のミス USA の本戦で準ミス USA を獲得したが、その年のミス USA に輝いたブルック・マヘアラにリーが この大会優勝者に出場権が与えられるミスユニバース世界大会でもミスに選ばれたためブルックは規定によりミスユニバースを優先そのためブランディがミス USA に繰り上げ当選となり初めてミスティーンとミス USA の2冠となった2011年現在ミスティーンとミス USA の2冠を達成したのはこのブランディ1名のみである なお、ミスティーンとミスユニバースの2冠達成者はまだいない。ありがとうございます。